東京三軒茶屋茶沢通り太子堂三丁目でおもちゃ屋とバーのオーナーをやっております高岩亮と申します。ここバナナビルの4階がバーで、ブラザーって名前で、ウイスキー、特にバーボンウイスキーの専門店、ジャズバーでもあるしライブハウスでもある、まあ、男の隠れ家ですわ。で3階がありとあらゆるガラクタを集めた男の秘密基地、グッドジャンクストアのブラザーです。まあ、僕はあのミュージシャンで歌手バンドマンなんですけど、岩手県の宮古市という僕が田舎で育って、高校卒業して上京してくるタイミングで絶対このジャズクラブのオーナーにはなりたいと思ってたんですよ。まあ、かっこいいじゃないですか。5年前にね、自分の一応専属の事務所の株式会社オフィス高岩っていう会社をやったタイミングで、定款の一番最初にボコンって飲食店っていうのをね掲げてたんで、2020年の12月、コロナの真っ只中かな、そのタイミングでお店をスタートしたんですよ。もともとオープンした時はここホテルで5人まで泊まれる、まあ、ホステルっていう体裁でね、最初はね、人が来ねえんだホテルに、誰も泊まんないのよ、みんなだってその辺なんだもん家が仲間たち裏の駐車場止めてそのまま飲んどけばいいじゃんって言うんだけど、まあみんな普通に電車で来るんだよね、まあ、誰も泊まんないからあれと思って、家賃発生してるしなもったいねえなと思って、って考えた結果、おもちゃ屋じゃねえっつって、まあバーはそもそも会員制で、会員制っつってもまあ会員費を取ってるような、あのゴリゴリの銀座のクラブとかじゃないけどね、まあ知り合いだけが訪れられるバーでやってて、でもねかっこいいバーだし、もっと誰でも訪れれるようなバーにしちゃったらいいんじゃないかって話をスタッフと話して、まあじゃあそうしましょうっていうことになったんですよね。ブラザーのコンセプトはバー4階はリッチストリート、まだまだ僕も下積みの時代ですけど、そんなねくすぶってる連中もバー4階に行けば少しこうリッチな気分になれるというか、男はこう決まれるし、女はカッコつくっていうか、逆にこうお年を召した方は少し童心に帰れるような、そういうコンセプトが、うちはあって、で3階は映画とかによく出てくるめちゃくちゃいじめっ子なんだけどマザコンっていう、そういうキャラクターの住んでる部屋という体のおもちゃ屋さん、だからベッドがあったりとかデスクがあったりとか、茶座通り歩いてきてバナナのネオン上がって3階ガチャって開いたら、何ここ、誰かの部屋みたいな、おもちゃ屋なんです、いらっしゃいませっていうね。ここのグッドジャンクストアブラザーを少しだけ紹介させてもらいます。全てのアイテムが売り物なんですけど、まあ、中には非売品があったりとか、まあ、俺の私物も置いてたりとかなんで、これとかはね岡本玲治がくれたりとか、彼あのスタッフの一人で怖いんですけどめちゃくちゃシャイなやつで、ぼーっとしてるからぼーちゃんって言います。オリジナルのアイテムと古着も一応置いてて、まあ、これとか最近作ったやつなんですけどね、月に1回ホームパーティーイベントでこの部屋で開催してて、鼻くそホームパーティーって言うんですよ、鼻くそみたいなホームパーティー、ここでビンゴ大会やって、景品はマジでいらねえジャンクの品物とか、毎月開催中なんでぜひ皆さん来てください、鼻くそホームパーティー。これ昭和のおもちゃなんだけど、出どころ不明のターミネーターズガン、でもあのシワちゃんのターミネーターではないっていう、でこれかっこいいね、これかっこいいよ、これこのサイズが。ここはキッチンのスペースなんだけど、料理しないでしょ悪ガキッズは、だからまあ物置になっちゃったっていう、横須賀タバコ商業協同組合マイセンのね湯飲みって、自分のデスクの上にポンって置いてあって、こうテレワークでやってめちゃくちゃかっこいいけどね、バンって見た印象は全部やっぱアメリカンなんですけど、ジャポニズムっていうかジャパンメイドみたいな部分はかなりこうこだわってて大事にしてるスピリットですね。まあでもなんかいろいろ実は珍しいのも置いてたりするんで、ディグリガイがあるかなって、このエリアもこういうのとかね、絶対いらないもん俺これ。でそこのお隣はここまあゲームコーナーで、何もやることなくなったらここでまあマリカーをすると、こんぐらいの距離でやるのはやっぱかっこいいじゃないですか。で僕1990年生まれで、90年生まれだとだいたいこのねスーファミのマリカーはちょっとやるんだけど、やっぱり64マリカーじゃないですか、むずいんだよねスーファミマリカー、めちゃくちゃむずいんだよ。
で、任天堂64のね、ファンの皆さん、スター・ウォーズ帝国の影、これ FPS 視点のゲームね、3つあります、説明書入ってますとかね。で、ワルガキッズはグラセフでしょ、これは知らないんじゃないですか。みんな大体バイスシティぐらいでしょ。グランドセフトオート1です。やばいでしょ、感動勇気、そんなもん問題じゃないね。バイオの1が一番怖いでしょ。プレステ1ってかっこいいじゃないですか、ナインティースな、この箱っていうのがいいっていうか、男心をくすぐるっていう。あとポマードっすよ、これオレンジさんっていうね、よくしてくれてる太郎さんって人が作ってるんだけど、当時のクリームソーダのポマードの匂い、つけ心地を再現した水性ポマードです。これ正規の取り扱いとしてね、販売しております。リーゼンターが来てはこれ買ってくんで、ぜひチェックします。今日は僕これつけてます。はい、注入。まあ、ここが一応、まあここの家主のそいつがここでトラックメイクしたり、まあ、結局俺が今ここ自分の作業場で作ってて、まあ音源を作ったりとか、私高井は自分でおもちゃを作るんですけど、これがウエストテールトイズっていうね、おもちゃなんですよ。でどんなおもちゃかっていうと、まあこのデスクで作ったのがこういう気持ち悪いおもちゃをね作ってて、これは最近のタイニーシリーズって言ってね、まあ、世の中にはいいやつ悪いやついますけど、僕らが作ってるウエストテールトイズは極悪の悪なんで、取り扱い注意ですね。この辺は音楽系、アート系、古書ですね。 How to photograph women 80s とかそのぐらいの美女写真集、エロ本ではないけど、ジャケがマジでいいよね。 VHS が一番かっこいいっていう話なんですよ。これはローライダーマガジンの多分ラスベガスでやってたフェスみたいな、モリンモリのお尻とボリンボリンのおっぱいのお姉さんがケツ振って踊ってアメシャめっちゃホッピングしてるみたいな、これ超かっこいい。やっぱキングギドラのね、最終兵器のね MV 集ですよ。あと全世界のガンマニアの皆さん、ヘッケランドコックのオフィシャルですよ。これどうやってこのマシンガンを使うかみたいな、ジャケがかっこいいな。これはもう完全にジャケ仕入れですね。ここはちょっとショーケースで、この一番上の段がウエストテールトイズの大きいシリーズで、ヤンキーって言うんですけど、某キングヌーの井口の悟がこれ買ってました。まだ発送してないんですけど、ごめん、梱包材がまだ届いてなくて、悟ちょっと待っててくれ、もう少し、ごめんな、2ヶ月ぐらい経ってない。これとかね、トランシーバーめちゃかっこいいっしょ。これ昔のおもちゃのディテールってすごいよな。僕の知り合いのロックンローラーがくれたんですけど、ジョニーパンドラのジョニーダイゴという人、大阪一緒にツアー行った時に買ってくれて、これブラザーに置いてくれっつって。店長のユートです。こんにちは、店長ユートです、よろしくお願いします。なんかあるですか、逆に最近仕入れたのだと、この真ん中にあるカウベルとか。いや、これやばい、これやばいです。ちょっとアメリカンな感じと思いきや、うん、メイドインジャパンっていう、この面白さだよな。どんな音するかちょっと皆さんに、ワルガキッズはね、ブリスターなんですよ。やっぱりこれを壁にかけといてほしいという思いです、はい、俺はあれでしょ、だってね、はい、問題です。このおじさんは誰でしょう。これダンスダンスレボリューションの後ろで踊ってるおじさんのフィギュアこれやばいでしょ、エルム街の悪夢ですよ、はい、フレディになれるメイクアップセット、俺が欲しい、これは俺が欲しい、本当に。あ、これだよ、これ外れなしだよ、ブラザーガチャポン、はい、500円玉2枚1000円でね。これ何が当たるんですか、大当たり。これ大当たりは今はもうこいつですね、スーファミ当たります。でもついてくるんでしょ、マリカーが。ついてきます、今ならついてる。あとホットドッグとかね、無料券とか。そうそう、ホットドッグ無料券とか、うん、まあ、オリジナル T シャツ無料券とかも、これはやった方がいいと思いますね。 Oh my gosh! お、ここが土足現金でお願いしている、お母さんには内緒だよ、男のプレイグラウンド、ハレンチルームでございます。コンセプトの悪ガキマザコンがね、やっぱお母さんには自分のこの性の目覚めは見せたくなかったから、自分の部屋のこの一室にエロスを閉じ込めたというね。貼っちゃってさ、これ見てください。そいつバカだから外にめっちゃ鍵つけちゃったっていう、これハレンチルームです。そしたら総本山上のバー紹介します。いけますか。ようこそ、レディーズ・ジェントルメン、ブラザーへ。4階バーの入り方は一つこだわりがありまして、ここのブラザーのネオンの前に黒電話が置いてあります。
ディスプレイと書いてありますが、ここ訪れた際はまずは黒電話を申し上げていただいて7秒待ちます。高岩です。秘密の扉が開きます。ここが4階バーブラザーの入り口です。レッツゴー。さらに階段を上って、そして中に入ると、ここがリッチストリートバーブラザーでございます。ここバーブラザーはアメリカンウイスキーの専門店になります。たくさんの種類の銘柄があるんで、まあそこまで詳しくない方もスタッフに聞けばいろいろ教えてくれると思うんで、音楽と会話とそしてお酒を楽しんでいただく、そういうお店になっております。チアーズ。うちのマスター店長の成田アリア君です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うちはホットドッグが食えるんですよ。アルコール度数だいたい40度以上なんでお腹減ってくるんですよね。その時にホットドッグ、通称ブラザードッグって言います。ハーフかフルか言ってもらえればここで調理してボンとね、オリジナルのホットドッグが出てきますから。ということで皆さん、これが当店自慢のホットドッグブラザードッグでございます。開発にはかなりこだわってますからね。もう幾度となく試作繰り返しましたよね。マジで繰り返したよね。これはやっぱりょうくんが敬愛してるフランク・シナトラさん、うん、そうです。まあお店のオープン日も12月12日で誕生日に合わせてシナトラと同じ誕生日で、まあ、それぐらい思いがあるやっぱ、うん、フランク・シナトラをちょっとイメージさせたイタリア系アメリカ人っていうところを、うん、アメリカの文化のホットドッグに、うん、じゃあイタリア何合わせるって言ったらやっぱトマトソースとチェダーチーズとかじゃねみたいな。でそのトマトソースが一番やっぱこだわりですかね。自家製のね見てくださいこれ、めっちゃコラーゲン。いや真面目にうまいです。ふざけてばっかりすいません。少しだけじゃあ僕のお気に入りの銘柄ご紹介したいんですけど、ごく一部なんですけど、まずはやっぱりコンビニにも置いてますよね。ヤオコ声優にもジャック・ダニエル。基本的にバーボンウイスキーってケンタッキー州で作られてるんですけど、これはテネシー州で作ってるウイスキー。製造方法とか生産方法とかは店長が教えてくれると思うんで、ぜひ来店した時に聞いてみてほしいのと、これがうまい、イーグルレアっていう、まあ、本当にフルーティーでうちに来る女性のお客様も好んで飲んでくれています。これはもうロックかな。ロックはストレートですね。うちカクテルもやってて、カクテルはでもベースとなるリキュールが全部バーボンウイスキーで作るカクテルがあるんで、いやストレート、いやハイボール、バーボンのウイスキーちょっと味があれなんだよなっていう人は1回カクテルから入るのも面白いかもしれないですよね。入りとしては、ね、最高です。これはね僕昔から好きなんですよ。もうオープンした時からずっと棚にいるんじゃない、こいつは。そうですね。ノーアズミル、ウィレット蒸留所っていう小さなね蒸留所があって、そこが作ってるワインのボトリングみたいな感じなんですけど、これちゃんとバーボンウイスキーです。独特のアンズ感というか梅酒感というか、うん、おしゃれな一本かなと思います。でケンタッキーのね、これワイルドターキー、さっき僕これ飲んでますけど、ターキーのねちょっとハイゲンドのやつとかも、同じ銘柄でもグレードが違うやつとか、ジャック・ダニエルでもいろんな種類があって、これは一番エクスペンシブなラインなんですけど、僕が一番に敬愛する歌手のフランク・シナトラ・セレクトというね、これなかなか出ることないですけど、お金に余裕と心に余裕があるときはぜひこのジャック・ダニエル・シナトラ・セレクトをねご賞味あるということで、いろんなバーボンがあります。飲んでみてください。めちゃくちゃうまい。オープン当時から一生懸命稼働してくれてるのがブラザーのポップコーンで、これ動くんですよ。でこれなんとテイクフリーなんで、知ってる人は入ってきた瞬間にどこにも席に着かずに一回ポップコーンよそってガンと席に座るみたいな感じで、実際に遊園地で使われてたオチのヴィンテージです。当店
バーブラザーは内装にかなりお金をかけました。アメリカの1920年から30年代の禁酒法という時代があります。通称ジャズエイジとも言われる時代なんですけど、潜り酒場、スピークイージー、そういう風な装いで作りました。壁もバーボンウイスキーを作る時のホワイトウォークという木の種類で、壁、これ木です、梁じゃなくて木、作ってるし、ヴィンテージアメリカンみたいな感じもまあいいんだけど、ブラザーとしての面白みとしてはジャポニズムがどっかに隠れてるっていうことで、このランプシェードとか葉山にある大花園というお店から買ったやつ、これも日本の古いランプだったり、あと実はこのテーブルとか、これ見てみるとちょっとおもろいんですけど、まあテーブルですよね、まあ、ただこれ裏見てみるとこのガマ風呂のね蓋なんですよ。これ蓋ジャパンスピリットでやってたりとか、随所随所にこう日本が隠れてるんで、そこら辺もなんかこう、あれもしかしたら日本なのかなとか、この扉とかも大花園から買ったやつです。各週末でイベント打っていて、ここでライブをしたり、夜な夜なミュージシャンが多く集まる夜はセッション大会が始まったりとか、月にね 2,3 回ブラザーピアノラウンジっていうのをやっていて、ピアニストがここで生で弾いてくれてお酒を楽しめるというラウンジを開催してるんで、ホームページのスケジュール見てもらえれば最高です。今後の展望としては、よくブラザースタッフで話しているのは、三軒茶屋ブラザーだけじゃなくて、このブラザーの空間を全国、まあ、日本を越えて海外とか燃え立ちてますけどね、うん、そもそも僕ブルーノート東京で働いてて1ヶ月で喧嘩して辞めたんだけど、まあ、由緒正しきブルーノート東京っていうジャズクラブレストランというかデカ箱はやっぱり夢で、虎ノ門とかね、丸の内とか追っ立てて、飯ホットドッグしかないとかクソおもろいなとか思いますけどね。それでもやっぱり今までのお客さんで、これから出会うお客さん含めて、ここはやっぱり落ち着くリビングだよねみたいな感じで、ずっとこの場所がおもちゃ屋含めてできたらいいなと思ってますけどね。Welcome!